オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、岡田結衣です。この度、宇宙をみんなで楽しむためにスタートしたみんなの空プロジェクトのサイエンスコミュニケーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。ようこそお越しくださいました。皆様、本日はお越しいただきありがとうございます。岡田結衣です。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。皆様こんにちは、男劇団青山表参道 X の栗山渉です。よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。男劇団青山表参道 X の宇野優也と申します。本日はよろしくお願いします。こんにちは、男劇団青山表参道 X の貞本風磨です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、男劇団青山表参道 X の中田裕樹です。よろしくお願いします。さあ、ここからはですね、宇宙トイエンジョイワンについてお話を伺ってまいりたいと思うんですが、はい、岡田さん、今日実物を持ってきてくださっているんですよね。そうなんです。こちらです。じゃじゃーん。おー、すごい。これ、ちっちゃいなんですけど、ちっちゃいんです。そうなんです、はい、たくさんの大きさもあるんですけど、これが今、一番リアルな大きさなんですけど、はい、ちっちゃいんですけど、宇宙に行ってもすっごい仕事をしてくれるんですよ。この箱の中にたくさんの技術がギュギュって詰まってるんですけど、うん、本当にこんなちっちゃいのに、はあ、すごいなって勉強したんですけど、すごい思いました。そこは宇宙でこうやって模型とか上げて最後落ちてくるときに燃えちゃうんですよ。その儚さをなんかに使えないかなと思ったら、なんか料理とかできないかなと思って、はい、私芋大好きなんですけど、今の時期焼き芋を、生の芋を持ち上げて、で落ちてくるときに焼き芋に変わるみたいな。いいね。そんなことできたらすごいですね。僕もう芋好きだから、じゃがバタかなとか思ったんですけど、そうですね、なんでしょうね、アジの開きとかどうですか。ああ、いい。宇宙空間でまず干すんですよ。え、すごい。ちょっと干してから体験でジュッてやってからめっちゃいい。炙って炙って落とすんですね。っていうところいいですね。夢が広がる、広がりますね。なんか食のレパートリーも広がりそうです。確かに楽しみ。そうですね。で、宇宙の素晴らしさ、私もまだまだ勉強してるんですけど、皆さんの疑問に思ったことをこうやって同じ立ち位置でこうやって同じ目線で悩んで、宇宙の素晴らしさを一緒に考えていけたらなと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。みんなの空プロジェクトサポーターの男劇団青山表参道 X です。では宇野優也君から就任された意気込みをどうぞ。いや、今回はこの僕たちがこのプロジェクトに参加させていただくことになって、僕たちもまだまだ宇宙のことに知らないことばっかなので、こう皆さんと同じ目線に立っていろんなことを皆さんにお伝えできればなと思います。これからよろしくお願いします。いや、風磨、はい、いや、もう宇宙は男のロマンですからね、本当にこんなに子供の頃夢に見てた世界がこんなに近くにあるんだって思うと本当にワクワクで止まらないので、男劇団青山表参道 X でみんなで宇宙盛り上げていけたらなと思います。はい、そうですね、僕たちがそのミンソラの、サポーターとしてやらせていただくということで、男性はね、割と宇宙とかってみんな好きで通ったりするんですけども、今回僕たちがやるんで、せっかくなんで女性の方に特に宇宙の素晴らしさというか美しさだったり、いろんな興味を持ってもらえるように僕たちの体を通してしっかり伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そうですね、うん、宇宙はみんな好きなテーマの一つだから、うん、やっぱり盛り上げていくっていうのは僕たちだけじゃなくて、お客様も、僕たちのファンの皆さんも楽しんでいただけるように僕たちも精一杯、ね、自分の身近なところから巻き込んで、はいはい、一丸となってみんなの空プロジェクトを盛り上げて応援していきたいと思います。はい、以上、男劇団青山表参道 X でした。またね。
空じゃないか、空あのギャグ、ああ宇宙使われてそれ